中世までの日本の医療日本の医療史についてはやはり大陸からの影響が大きい平安時代の中期に丹波康頼行は「い」「い心形」「新法」という大書を書いていますしかし丹波康頼行の祖父が中国からの渡来人であるとする説が強く三国志時代に書かれた山いげ口論がそのルーツであるようです 遺書の中身は生活術先制術的なものまた日本的なものとして養生の考え方も含まれます鎌倉時代以降は中国の引用語行説壮大の五運六季説が輸入され政治思想まで広がっていきますそうしたことから室町時代から江戸時代にかけては思想よりも 実利的な医学を目指す医科が多く現れるようになります。アスタリスクに。アスタリスクに、引用語行説や五雲六季節の煩雑さと、思想変調の反動として、微守医学、恋法派と呼ばれる医科が輩出されるようになります。名古屋、名古屋原位原位の復古違法を受けた後藤牛虎山、後藤金山が、100秒は、 一気の止め滞こうに発生するとした一気止め滞こう論を古典の医学よりも実はらわの医学を目指した香川香川は治む周安安が注意一本論をもっぱら自家の実験において後藤牛虎トラヤの唱える止め滞こうを毒の概念で説明した吉松吉松東堂が万病一毒論を加えて 毒の詳細を気・地・水に求めた吉松藤堂の子である吉松南外・吉松南外は基地推論を唱えました。これら小意法派の主張は古典の説の中で治療に沿わない思想的な部分を廃し実際医学を目指すことにありました。このような背景から後に輸入された乱邦・オランダ医学が流星を増すのは必然の流れだったのです。